今回から Win2K の、インストール行こうと思います。 Win2K はまず、Win2K で Google でこういう風に入れてもらって検索します。そうすると Win2K 出てきますんで、ここをチェックしますで、Reg Users っていうのがありますんで、ここでこれですね、これを押してください。で、コードダウンロードアフターレジストレーションということで、登録してお金を払った後、大学機関の場合は5万円ぐらいで買えます。で、非営利の研究機関だと、10万円。で、企業だったら確か40万円ぐらいで買えるはずです。まあ、そんなに高くはないですね。他のコードと比べると。なので、まあ、ぜひとも買っていただけると思います。で、これでチェック入れます。で、パスワードの画面が入れられるので、パスワードを入れてください。で、最新版はここに書いてあるように、ここを押せばダウンロードできます。なので、これを押します。で、セーブファイルで OK です。で、ここに、やり方が書いてあるので、この通りやりますけれども、じゃあちょっとやってみましょうかね。で、今ダウンロードしてますね。ちょっとかかりますね。で、Ubuntu のブックマークの仕方だけちょっと教えておきます。で、ちょっと私よく使うのはこのホームページよく使いますんで、これのブックマークですけど、こちらのブックマークで、ブックマーク This Page というボタンを押してもらって、ドーンってやればいいです。で、ここにブックマークが出ます。で、あとよく使うのは、NIMS のマテリアル、金属データマテリアルによく使いますんで、これと、で、あとは、クリスタル、オープン、ちょっと、オープンデータベースのこれ。こいつですね。こいつもブックマークでよく使います。で、あとは、AMCSD。これもよく使います。よく使うっていうか、っていうか、まあ、そこそこ使います、こいつ。こいつもそこそこ。で、これも、this、ブックマーク this ですね。で、こういうふうにしてもらえばいいです。で、じゃあ、ダウンロード終わりましたね。オープンコンテンツフォルダー。まあ、で、出てます。で、これでやりました。で、Win つけるときは、これを通りにやればいいんですけど、一つ問題がありまして、これこのまま回答すると、この中に入ってるファイルがガバッて出てきます。なので、1個フォルダを作らなきゃいけないです。で、どうやって作るかというのは2通りあります。まず、わかりやすいのは、ここで、Create New Folder のボタンを押してもらって、数形12、14と。こういうふうに作ってもらってもいいです。それか、もう一つは、このターミナルを押して、mkdir、これおそらく make directory の略だと思うんですけど、押して、で、スペース、win2k の14っていう。あ、これはどうでもいいです、名前は。で、こうやってエンターを押すと、ここにできてくれます。なので、こうやって作ってください。で、いきます。じゃあ、まず、どちらでもいいです。どちらの方でもいいです。まあ、一番簡単な方にしましょうか。ムーブトラッシュで、一番簡単な方で、クリエイト。わかりやすいのですね。クリエイトニューフォルダー。win2k のアンダーバーの14。で、これをターミナルで開いて、cd current directory スペース、これにします。これです。あとは、これの書いてある通りやります。じゃあ、どうするかというと、まず、これを、まあ、わかりやすいでしょうか。コピーで、フォームに戻って、で、ここにペースト。ちょっと見えるようにしておきますね。ショートカットでやるとわかんなくなっちゃうんで、今回ちょっと丁寧にやりますね。利用者が、なんか、どうも利用者多いみたいなので、で、あとこれをやるだけです。これをコピー&ペーストしてくださいです。ちょっと待ってくださいね。あ、同じ名前です。これ同じ名前じゃないとダメです。なのでいいですね。で、これを、コピーのペーストのエンター。で、次、これコピーのペーストのエンター。で、これのコピーのペーストのエンター。で、エクスパンドの LAPW のコピーのペーストのエンター。
となります。でこれで Y を押します。うん、でこれ書いてありますね。ここをコピーしてペーストでもいいですし、ここに書いてあるようにここのやつコピー&ペーストでもいいです。でこうペーストとでエンターとでこうやって出てきます。で今インテルフォートラン入ってますんで、じゃあチェックしてみましょうか。ニューターミナルで iFort の -v でちゃんと入ってますね。でさらに ICC の -v でちゃんとこれ入ってます。 OK です。 OK です。でこれ 16.0.2 って書いてありますから、これを選びます。これですね、これです。なので i です。あ、大文字でも小文字でもいいです。 OK OK、 これでもいいですし、これでも動くように作ってあることは確認してあります。プログラムコードを見ましたけども、なのでこれでいいです。まあちょっと分かりやすく同じにしておきましょうか。まあいいか、まあこっちにしときましょう。 i でも OK です。でコンティニューと、でもう一回エンター。でここのところコンパイラーでフォートランコンパイラーですので、iFort にします。 iFort と i からします。 iFort とこれです。でエンター。でこれは ICC です。でこうします。でエンター。でヒットエンターコンティニューって書いてありますね。これを押します。でちょっともうちょっと長くします。でここにちょっと見づらいですね。まあしょうがないですけど、もうちょっと長くしとかなきゃいけないです。申し訳ないですけども、これがリコメンドって書いてありますんで、推薦される セッティングです。で、もし書き換えたければ書き換えてくださいって書いてあります。で、まあ通常このままでいいです。ただ私の場合はこれをやりますね。このホームページのここのこれのここの部分の Win 付けのインストールっていうのがどっかに出てきます。これですね。で、ここに書いてあるこれを追加します。ではちょっとやってみましょう。まずコンパイラーオプションの O のやつを書き換えますんで、ここを O と入れてエンターします。これ大文字でも小文字でも両方動作するようになってます。でこれをまずコピー&ペーストします。コピーペーストでスペースで AVX2 のこれを入れます。でちょっと大事なところなんですけども、このこれが何なのかと、このオプション何なのかと、ちょっと見てみましょう。ここに出てきます。で、この AX っていうのは、ここに書いてあるように、自動で決めてくれるやつです。CPU を判断して、で、最適化するっていうことですね。で、今この PC、性能が低いので、ここまで使えません。本当なら、こういう最新のやつがいっぱい使えるんですね。で名前がちょっと CoreAVX2 とか AVX1 とか書いてありますね。メニージェネレート、エクスパンド2とか、いくつか書いてあります。なので、これに従って、やるわけですね。でも、2っていうのがなくて、Core-AVX2 っていうのになっちゃってるので、これはちょっと、本当は良くないですね。書き換えなきゃいけないですね。なので、ちょっと書き換えます。で、どうするかというと、-ax の、で、自動的に見ていただけるので、これ全部入れてもいいです。あるやつだけが全部入りますんで、例えば、コピー、ペースト。で、この後、-で全部入れます。で、コピー、ペースト。で、-じゃない、コンマです。すみません、コンマですね。何言ってんだ、コンマです。で、あと残りは、ここですね。で、ペーストと。で、これでやると、この後の全部のやつが、
この後の、CPU に対して最適なのが選ばれるようになります。でこれです。であと他のところ書き換えるところがあるかどうかちょっと見てみましょう。問題なさそうですね。あでこれ LP 使ってもありますね。なのでコンパイルオプションの時はこの LP を使ってください。でインテルフォートランのオプションがこれやるとラパック95で、インテル64と。で、スレッジングを考慮して、なおかつ、他のものやりますよと。で、この OpenMP というのは OpenMP 並列使いますよというのが書いてあります。で、これでよろしければ S で、セーブですね。で、エンター。で、シェアメモリアーチテクチャーですかというのは Y にしててください。で、これは何にも押さなくていいです。で、これでいいかって聞いてきますんで、イエスですかね。あ、違う、こっち、間違えてました。これでいいかじゃなくて、よく読まないとかですね。で、確かこれで、ノーにしてみましょうか。ごめんなさい。ちょっと待ってね。MPI と、FFTW でもう含めてコンパイルしますかって出てきますんで、今回それしません。なので、ノーでいいです。で、OK です。で、この、マトリックスのサイズはどうするのかっていうのは、ここに、英文で書いてあります。これを読んで、決めてください。で、例えば、で、ここに例が載ってますね。どういうふうにするかっていうのはですね。じゃあ、ちょっと見てみましょうかね。これは、モニターというのを入れて、でこれここにこう入れます。でちょっと上の方に行きましょうか。でモニター見てみましょう。でモニター見るとシステムで、7.5GB ありますよと書いてあります。ですのでここのメモリーが、いくつかっていうので計算して、ください。ここに 1GB の時にはこれですよってなってます。なので、どうするかというのを決めてもらうんですね。どうしましょうかね。これは何ギガバイトでやってるんですかね。この PC はね。ああ、64で使ってあるな。かなりすごいのでやってるな。まあいいでしょう。ちゃんと計算しましょうか。これ後からでもね、設定変えられますんで、それでもいいです。どうしましょうね。ちゃんと計算した方がいいかな。7.5 ですから、別にこれしっかり決めなくてもいいですけども、決められるなら決められればいいですね。こちらの設定になりますんで、SQRT というのはルートってことです。ルートの2ってことですね。まず、1GB で5から150って書いてありますんで、これ大体ルートで聞いてきます。なので、NMATMAX をどうするかというので決めてもらうとですね。1GB で、ここに書いてありますね。マトリックスで 1GB、過去2って書いてあるのは、これは複素数の時です。複素数の時っていうのはこれに対応します。ちょっと待ってくださいね。これと、これと、で、対応するのが、16GB のやつなので、コンプレックスって書いてありますね。コンプレックスですよと。で、コンプレックスっていうのは、これに対応します。C ってついてるのは、コンプレックスのこれと対応することになります。これだけはちょっと理解してください。で、ということは 2GB あるときに、この設定ですよということです。マトリックス。なので、考えてみましょうかね。で、20バイト がこれですということになりますんで、計算しなきゃいけないです。で、NMATMAX がこれでリアルですから、例えば NMATMAX これで、123ですね。でこれが、1GB で 2GB でコンプレックスでリアルとで NMATMAX です。こうなります。
で、で、こうなりますね。で、今現在8ギガありますんで、8ギガバイト。まあ 7.5 ですけども、正確には。7.5 でも8ギガバイトですね。まあ 7.5 でいいですか。7.5 ギガバイト。まあいいわ、めんどくさい。8ギガバイトですね。括弧 7.5 にしときましょう。で、まあちょっとやっていきましょう。そしたらどうするかって言いますと、これと対応させた感じでやります。そうするとこれこれですから、こうなります。で、でさらに、この LAPW1C のやつはこうなると言ってますから、ああこれじゃないですね、間違ってますね。ノノノノ、ああいかん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 、これですから、イコール、このぐらいいけるはずです。565,608で、これやってみましょう。まず1、失敗した。まあもう一回やりましょう。今ここまで言ってますね。ここです。ちょっと間違えましたね。これ途中からだけこうやってやってください。で、D なのでこれです。そうするとさっきの場面戻ります。で、1。で、この LMAT MAX を変えるというので、まず何変えますかって聞いてきますんで、これでペーストです。で、これです。で、この値ですね。56568ですね。56568です。これですね。で、これでいいんですけれども、ちょっと私は怖いので、まあいいか。あんまりこう、でもね、これほど使うこともないんですね、実はね。見つけ、そんな使うことないので、もっと減らしてもいいかなと思いますけれども、まあいいや、これでいこう。で、コンティニューでいきます。で、もう一個次、この NUME っていうのが必要です。で、行って、ここですね。コピーのペーストでエンターで、 NUME はですね、これの10分の1です。10で割って答え、あ、これ1個桁が、あれ、なんか間違えてるな。ちょっと間違えてますね。ちょっと待ってね。あ、OK ですね。で、これになります。5656。10分の1ですから。これの10分の1がこちらになります。これです。で、今のでいいんですけど、私はもうちょっと減らします。そんな使わないんですね、実は。で、デフォルトままでもいいです。で、私は、ちょっと怖いので、このぐらいにしますね。で、もう一回。このぐらいにします。もうこのぐらいでいいかなと思います。で、良ければ9です。で、本当はこのまま順番に、先ほど飛ばさなかったらなっていくんですけど、ちょっと私が失敗しちゃったので、なっちゃってるんですけど、なければ次の画面はこれになります。
で、コンパイルオールなので、これ A を押して、押せば、コンパイルが始まります。で、やってみましょう。で、こうやっていきます。で、これすごく長いので、待ちます。なので、この続きは、コンパイル終わった後、見せたいと思います。